皆さん大変お待たせいたしました次はスジャータさんですね。はい、それではちょっとご紹介させていただきます。こんにちは、仙台からやってまいりましたスジャータと申します。ドラキュラロックフェスタにお世話になるのは昨年4月の宇都宮ロマンチック村以来の2回目になります。はい、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。仙台市内の今はクローズしてしまったロックバーでいろいろな縁でつながった洋楽ロック仲間のバンドですと。はい、今回は初めての本格的なホールでの演奏となりますゆえいささか緊張しております。本日は皆さんが知ってるんじゃないかと思う80年代から90年代に流行ったかっこいい洋楽ロックをいろいろやります。もし知らない曲が続いた場合なかなかノリノリで盛り上がっていただくのは難しいこととは存じますが恐縮ですが無理やりにでも手拍子などをしていただき盛り上がってる体にしていただければメグさんの撮る、V の見栄えも良くなり今後のプロモーションにも使いやすいかと存じますなるほど、確かに。はい、一緒に手拍子お願いします。マッピツではございますが、スペースデーモン様、メグ様、他スタッフの皆様に、感謝申し上げるとともに、ご健康とご多幸を、記念申し上げバンド紹介のご挨拶とさせていただきますとあります。ご丁寧に。素晴らしいです、それでは早速お願いします。Oh,
前回引き続きですね、以前はあの、ロマンティックですか、あちらの方で、ドラキュラの方に参加させていただいたんですが、今回もね、この日を楽しみに待ってました。はい、なので仙台から、来たということでちょっと許してやってください。あとですね、献血、本当は私血抜かれるの大好きだったんですが、ね、残念でも、ね、今日できないということで、ちょっと残念ですけども、皆さん明日もしお越しの際はですね、ぜひ、献血の方にご協力をいただければと思います。はい、じゃあ次、これもみんな知ってる曲かどうか、やってみます。いきます。ミスタービッグナンバー、レッツゴー。危険なハニーっていう曲ですね。2曲目が、なんて2曲目TNT っていうバンド、皆さん知ってるか分かんないですけど、イントゥイションっていう曲ですね。はい、そして今、ミスタービッグの Stay Together という、そこそこ知った人曲なんですけど、皆さんね、知ってるか分かんないですが、次の曲も、我々大好きなバンドの曲であります。知ってる方どうぞ、よろしくお願いします。バラードになります。
ステージを夢見ましたね、はい、仙台にはなかなかねこういったの綺麗なスタジオコンサートホールですかなかなかなくて、私も写真と YouTube でしかこう見たことないんですがまさにねいざこのステージに立ってみると本当に、素晴らしいなと、感無量でございます。今後も、また、スジャータ、来る時があればまた、参加したいと思いますのでその時は一つよろしくお願いします。まあ、あっという間でございますが、残る曲少なくなってきました、通していきますので一つ皆さん、知ってる曲なんで拍手でお願いします。
言われますか、牛タン。あ、牛タン冷やし中華。